今日ね。あ、そうなんですよね。そうなんですよ。わかりますか皆さん、この緊張感。大先輩なんです。いやいやいや、その4歳の頃から。あ、ご存知なんですか。いや、それはあのペディアに書いてます。あ、調べていただいて。僕も勝手にいろいろなアニメを拝見させていただいていました。ね、はい。本当ですか。はい。っていう空気感なんですけど。下なめずいというか、ペロってあったじゃないですか、まあ、文言の中にペロっていうのはやっぱり出てくるじゃないですか、はい、ありましたよね。これはやるのかやらないのかっていう頭の中でもあったんですけど、やっぱりやらないと不安のこうペロリストぶりが出ないんで、ペロリスト、カバンにダンベルを入れて持ち歩いてたみたいな話を ありましたね。あれ、気合入れてます今。ジンさんに誕生日プレゼントもらったんですよ、ダンベル。あ、そうだったんですね、そこから半年ぐらいずっとカバンの中に入れてたんです。利きが右手なんで、やっぱり右手で持つっていうのがずっとだったんで、左と右で腕の太さが変わってしまって、ジャケットは通った時に腕出したいんですけど腕上がんないんですよ。右だけここで止まるんですよ。内田優馬くん、アフレコ現場で会ったの初めて、一番間近で見ていて、すごくなんか魅力的だなっていうのを思いましたね。小西さんのお芝居もあっての、その兄弟の、まあ、2人の関係性、2人の関係値ってなんか清涼剤みたいな部分を果たしてるじゃないですか。重くなりすぎないっていうのが、はい、あの2人がいるからなのかなっていうのはすごい感じますよね。